レレスレレどうするでーす。やってまいりました。はい、はい、やってまいりましたね。今日は何するんですか。今日はね、はい、まあ、まだ突然に言ってないんですけど、ね、言ってないっすさっきの、ね、言わないスタイル好きですね、まあ、はい、ちょっとね、なんすか、ガチビオ3とかではなくとかではなくね、さすがにね、ガチビオ3だったらもうまた秒で見抜きますよあれ、ライフマイセンでしたよね、秒で見抜かれたの。しかも何も、打ってすらないのに、あれ、シバライトニングドッキリじゃないかなって、なんでやっつってめっちゃおもろい。今日何するんですか。今日は、はい、まあ、世界大会の解説として、はい、ただどうぞさ、やばい、はい、世界大会解説どうぞ。クララに関するクイズ、あ、クイズ、どんなものでも当てられるんですよ。出た、クイズ問題、ありがとうございます。僕でもこの前だって、はい、忘年会のクイズ大会1位でしたから。そうですね1位、圧倒的1位を取ったんで、はい、やっぱね、どうさんはやっぱ知識で勝負しないとねあ、これはないんで、これはないんで、知識で勝負しないと。え、じゃあクイズですか。はい、クイズですね。初めてだ、まあ、でしかも、はい、まあ、これはね、しかもあれなんですよ、剣詰選手考案の企画で、前回、先週かな、はい、に、どうさんとコラボ企画募集ってツイッターで言った時に、はいはいはい、剣詰にね、あの提案してもらった企画なんですけど、なるほど、はい、まあ、要するにそのテストを4問かな、4問します、はいはい、なるほど。で、もともと土佐さんは1期やって、でそれで正解することに土佐さんは、なるほどね、もう分身ですね。正解、じゃあ最大5期になるってこと。5期になる絶対勝つじゃん。分かりました、俺からしたらまあ1問も変わらないんです言っとけということで、はい、今回は、まあ、簡単にね、まあ、土佐さんがいつも使ってる、最近ずっと使ってるデッキのね、はい、ペッカラムデッキの問題、の、まあ、問題ですね。お願いします。ペッカ、まあ、じゃあ1問目、怖いな、まあ、これはもう常識なんで、やばい、怖い、常識なんで、はい、カンストライトニングの、敵のクラウンダメージ、クラウンダメージ、はい、カンストですよね。カンストです。言っていいですか。はい、446。合ってますよね。正解。あ、そうやりますね。結構。え、常識ですよ、ね。常識ですよ、ね。常識。ありがとうございます。ありがとうございます。よしですけど。意外とやるなと。そんなこと言われたら俺もうラムの体力は。いやいや。それ絶対覚える意味がないもん、別にラムの体力。プリンスあと2発入るなみたいな。ちょっと意地悪したくないですよ。クイズ、はい、はい、ありがとうございます。1問、じゃあ僕。今2期になったんですね。2期、2期です。ありがとうございます。はい。第2問。じゃあ、まあ、ちょっと難易度上げて。ででん。ででん。マジックアーチャー、カンストマジックアーチャー。はい。もう、一発のダメージ。絶対わかんない。わからない。嘘。端前で貫くことしかない。確かに。大事だ。いや、それ大事なのはわかるんですけど、はい、見たことすらないし、ね。なるほど、ね。じゃあ、適当にいきます。はい。一発結構、ね、でかいんですよね。まあ、じゃあ、2択にしますか。そんなに、いや、2択だとちょっとぬるげすぎて、当てます当てますか、いきますよ、はい、一発が多分ね、はい、背後ぐらいなんですよ。あれ100…163 正解は162です。そう、本当に倍分ぐらいって言って、倍分もっとバチバチ、倍分ほどないなって思ったんですよ。倍分ぐらいって言った後に反応で、あ、ちょっともうちょい低いなって思って探り入れたうわ、1違い、やばい、1違い惜しい、危なかったな。これマジで前情報なしですからね、強い。どうしようかな、数字に敏感、数字に敏感、もうちょいなんか、はい、簡単なのかさ第3問、いやでもこれ簡単すぎるしな。あれなんすか。あ、じゃあ分かりました。はい、第3問、さっきね、ペッカ工場も使ってたっていうこと。あ、ペッカ工場使ってます。ペッカ工場に入っている、はい、まあ、ポイズンの、カンストポイズンのパワーダメージ、ね、全く分かんないんですけど、はい、ポイズンは8秒間なんですよね、はい、だから8の倍数なんですよ、絶対に、はい、おー、それはもう間違いないです。ってことはもう、てことは楽勝っすえ、ポイズン、はい、分かんないな。2、ちょっとよ、2、
324。残念。なんぼでした。正解は312です。12か、惜しい。しかも多分8の倍数じゃねえ。そう、まあ、本当だ。そうだ、本当や。8秒ですよね。8秒ですよ。僕が今言ったのが8の倍数じゃない。恥ずかしい。8の倍数まではあったんですけどね。頭悪い、頭悪い、今の頭悪さ。残機少ないっすよ。やばい、今2機ですよ。ラストラスト問題ください。ラスト問題、カンストがむずい、やっぱ。あ、逆にトナメで覚えてる。トナメは、いや、そのやっぱ解説するときは、はい、トナメとルールじゃない。そうだ、そう、だから解説の時はビット出るようにしてます、はい、じゃあ、わかりました、はい、ライトニングのトナメルールの、はい、クラウンタワーダメージ何歩でしょう。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。ええ、ライトニングのダメージでしょ、はい、307じゃないですか。ありがとうございます。呪文は全呪文覚えてますよ、それ。さすがっすね。ありがとうございます。ということで、はい、じゃあ今日3期ですね。今日3期です。3対1。3対1。あ、これはもう勝ちますわ。ハンデなしで。ハンデなしで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ。さて。さて、お願いします。いきます。よろしくお願いいたします。1戦目。1戦目。うい。これ1戦目で僕勝ったらもう、この動画終わりっすよね。もちろん。そういうことですよね。そういうことです。お願いします。さあ、始まりました。はい。動かず対戦な、ヒラだと上手いからな。ヒラハンデないって上手いからな。ヒラはロリババア、ウッドメガゴ。はい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 、ここはもう確実にやっておきたい。さあ、バトルヒーラー来た。バトルヒーラー、お気に入りのカード。お気に入りのカード。いやー、これが強いんすわ。 OK。 もう押し切られるんですよね。頼むで。よしよしよし、マジ？よしよし、いい防衛、いい防衛と言わざるを得ない。うわ、よし、ここはもうここはやっていきたい。で、相手マジアチは薄くかつ、うん、そんなにね、火力のある防衛がないはずなんで。はい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 、いやらしい、いやらしい。マジアチは、いやー、これかな。どれだけスピーディーに削れるか。いやー、これちょっと待って、バトルヒーラーの位置がいやらしいよ。どっちも回復する。いやーやばいやばい、ちょっと待って待って、あかん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 、回復してる回復してる回復してる。ポイズンが意味ない。あーやばい、終わった、ちょっと待って。終わった説濃厚。これあかんよ。いやお気に入りのカード。お気に入りのカード。いやー今回復あった、回復する、タイガーで回復する。いやもうちょっとほんと、あーもう増えとる、もう増えてないですよ。増えとる体力が、反撃してんの。たまたまです。たまたまか。やばい、もうバトルヒーラーに攻撃させんな、こいつ。攻撃禁止。いやー全然ダメや、全然ダメ。これ一回捨てよ。大事、次を見据えることも大事ですから。はい、対局を見据えて撤退も大事、時には。2試合目、はいはい、エリゴレはあかんって。もうわかりました、これでいきます。はいはいはい、じゃあ俺お願いします。これちょっと、まあ、何で来るかな。あ、オッケーオッケーオッケー、ちょっと待ってください。そんな出来喜んで組むとかあり得るんですか。そんな、あー来た。そんなデッキありえますか。なんかめっちゃ嬉しそうだな、これ。新しいデッキか。いや待てよ、あれを使いたいな俺は。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。待ちます、全然待ちますけど。じゃあちょっと僕も考え直しますわ。ないかな、ちょっと。ないかなってなんですか。ないかな。ないかなって。デッキを組むときに出てこないセリフでしょ。ないかなって。ちょっと1ミニッツ。1ミニッツいいっすよ。
行きましょう。お待たせ。お願いします。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2試合目。はい、出た。これね、もうどうせあれが入ってるんですよ、ボンタワーが。あ、それ、遅くないですか。これぐらいがちょうどいいんです。なることあるかい。はい。マルキリー。はい。で、僕お気に入りのカード。出た。お気に入りのカードだし、うまいっすね。貫きゃいいと思ってる。いやー、うまい。うまいな。これで回復する。回復しまくる。出た。何すか。何すか。何がヒーラーとはライドラダメじゃない。ちょっとね、今禁止されてるコンボです。はいはいはい、見えてますよ。あ、そこなんすね。もうライドラ君がダメじゃないいいダメージを叩き出してくれる。いやー、これちょっと嫌ですね。いやー、これちょっと嫌ですね。ちょっとだけね。ちょっとだけ。いや、もうだいぶ左削られてる。オッケーオッケー。はいはい、オッケーオッケー。そういう感じですね。なるほどね。大体傾向と対策が伝わってきました。いやー、これ嫌だな。出た。おせおせおせ。合ってます。合ってます。合ってます。スネイルゴレ間違ってない。そうやると間違いな気もしてきた。いやー、ちょっとやっちまったな。いやー、ボミーちゃんが辛い、重い。いやー、きついだが、しかし、だがしかしゲーミングですね。左も落とせないし、いやー、きつい。ワンチャンやる、ワンチャン。いやー、きつい。うまいっす、やっぱ。これね、プロの人と戦ってる動画見返すと、マジで自分下手に見えるんですよね。まるで下手のように。うよし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 。やっぱ、でも1対1ですよね、まだ。もう次勝てばいいです。こっからが本番です。こっからが本番です。今までは別にあのなくてもよかったんで、茶番続きまして、はい、いや、やっぱ流行り使ってきますね、先生。次どうせ俺ペッカって知ってるんで。あ、なるほど、はい。ペッカ対策あるんですか。いや、もちろん。なんと、お願いします。対策しなくて、あえてペッカ2枚で気に入ったんですけど。アドさん、はいはいはい、ペッカラムね、オッケーオッケー。ザクプリといえばもうあれじゃないですか。ザクプリといえばあれ、さすがに。はい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 。これはですね、ご存知でない、合わせます。ジャイですよね。ごちそうさまです。え、ごちそうさまなの？はいはいはい、はい、これ。来て。あー、ごちそうさま。あー、来て。あー、ごちそうです。いや、まだわかんない。うまかったな、今日も。まだほら、まだわかんない、まだわかんない。ちょっとやべ、ちょっとやべ。とかね。え、ピピピ、美味しい。ラムですもんね、これだって。ラムかは分かんないです。それはまだ分かんない。まあ、これちょっと、いらなかった。いらなかった。ありがとうございまーす。くそー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 ちょっと。ごちそういただいたから。いや、まだ分かんないです。ジャイスケラーなんて。やれますか。はいはいはい。いやー、序盤に大リードを奪われちまった。がしかし。来るかな。いや、ここはもう言うので、丁寧に抑えて、スケラン。
あれが嫌なんですよね。ポイズンがあるんで。いや、これ違う。どこ？やらしかしピーポー。チャンスということか。どうしようかな。おやおや。いや、ちょっと待ってろ。ここは。いや、待て。よしよし、あれ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 。ポイズンでやれない。相手の防衛、はい。今もう打たせてもらって。いやー、うまい。延命が。いや、出た。気合入れろ。うれ！行け！頼む。頼むから。お願いだから。もう終わり。ああ。あるよ。ポイズンが回ってきている。勝てる勝てる勝てる。ああ、やられたマジ。ライトニングだけで勝つ。ライトニング、ライトニング。あと惜しい、惜しい、あのマジアチャ一発。マジアチャが入った。162ですよね。え、162、はい。というところで、はい、やっていたんですけども、まあね、今日も、もちろんもちろんね、勝ってしまったんですけど。くそ。惜しいとこまで行ってますよ。そこ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 、はい。ということで、まあドズさんのチャンネルの方でも、まあスパルタ塾だとか、はい、コラボ動画を、あとまあサンドバッグとかね、サンドバッグとか撮ってますんで、やってるんで、はい、ぜひそちらの方も見てもらえればと思います。ということで、今日は終わりでございます。バイバイ。バイバイ。